今日からバックパネル、これに、新しく、していただきました。まあ、今まで言ってきたことをできるだけ反映させようと、そういう思いです。今日の項目ですけど、まあ、この前約束したようにですね、先週、まあ、補正予算今議会に、提出するものの資料を全議員に配布しましたし、今日の午前中議会運営委員会の方に、議会への提出議案を提示して説明したしましたので、まあ、この会見で、まず補正予算ですね、肉付け予算の部分を申し上げたいと思いますが、その前にJX 金属の関崎未来改正館、このことについて、これを先に、その後補正予算ということにしたいと思います。でもそのままいいですか。はい、資料は大きいのがいてるんですね。じゃあ資料をちょっとご覧になりながら、先週6月14日に JX 金属株式会社の林社長にお越しいただいて、大分市関崎改正館ネーミングライツの契約締結式を執り行いました。で、名称が通称ですけど JX 金属関崎未来改正館ということになりました。この未来という言葉には、未来を担う子どもたちに愛される学びの場、並びに観光振興などを含めた佐賀関地区の明るい未来へとつながる場となってほしいという願いが込められたとのことです。そしてリニューアルですが、7月21日夏休みに合わせてリニューアルオープンをします。そこの資料にありますように、まあ、大きく4つございますけど、まあ、バリアフリー化を行うなど施設の機能を強化しました。まず一番のポイントはプラネタリウムです。大分市の公共施設で初のプラネタリウム設置となります。最新式のデジタルプラネタリウムで、現在からプラスマイナス100万年までの星空を再現可能です。座席数は22席で、11席はリクライニングシート、4席はペアシートとなっており、ゆったり快適にご覧いただけます。投影する映像コンテンツについても、一般向けのものから幼児向けのものまで用意しています。このプラネタリウムの利用には予約が必要で、関崎改正館のホームページからネット予約できます。予約受付は明日に20日からです。天体観測室についてです、2番目は。これまで口径60センチのものから、九州第2位の大きさとなる83センチのものに更新し、大型化により、これまで以上に鮮明に観察できるようになります。デジタル化によって鮮明な映像をモニターなどに投影し、複数人での同時観察が可能となるなど機能が向上しています。また撮影した天体をプラネタリウムに投影することも可能です。3つ目、展示ブースについては新たな展示装置を多数設置いたしました。天体や豊洋海峡についての不思議さや面白さを体験できる装置となっています。4番目、展望室については豊洋海峡を一望する300度の大パノラマが魅力です。景色の良いところで飲食や休憩していただくため、自動販売機やベンチを新たに設置しました。多くの方に、まあ、利用していただきたいと思いますが、関係者向けの内覧会を7月2日日曜日に開催します。内覧会のご案内が手元にあると思いますから、
その申込書を提出してください。また JX 金属関崎未来改正館のリニューアルに伴って佐賀の関地域のグリーンスローモビリティを臨時運行します。これも資料があると思います。佐賀の関に関しては利用者も非常に増えておって、グリーンスローモビリティがそれなりに定着しておりますけれども、このプラネタリウムの、展示時間に合わせて、毎週水曜日7月26日から9月27日までの間、毎週水曜日、午前午後1便ずつ1日に2往復します。定員は11名です。この利用にもウェブまたは電話による申し込みが必要です。予約は7月19日水曜日から受付開始し、各運行日の前日まで先着順で受け付けます。申し込みいただいたきましたら、後日都市交通対策課から予約完了のお知らせをします。関崎改正館のホームページにもリンクを貼りますので、プラネタリウムの予約と合わせて乗車申し込みできます。夏休み期間中ですので、ご家族で佐賀の関の景色を楽しみながら、のんびりグリーンスローモビリティで改正館までご来場していただきたいと思っております。これが1点目。続いて2点目よろしいですか。はい、これは資料が2つですかね。私にとりまして初めての予算編成となりました。令和5年度6月補正予算案がまとめまりましたので発表させていただきます。まずお手元の A3 資料、横長の A3 資料、令和5年度6月補正括弧肉付け予算案のポイントに沿ってその概要を説明いたします。令和5年度の当初予算が経常的経費を中心とした骨格予算でありましたので、今回はいわゆる肉付け予算として新規事業や政策的経費および投資的経費を中心に編成いたしました。本市では歳入の根幹をなす市税収入については令和3年度以降増加を見込んでおりますが、歳出につきましては少子高齢化の進展に伴い扶助費など社会保障関係経費が増加するほか、新たな施設整備等に伴う投資的経費や老朽化が進んだ公共施設の維持管理更新経費の増加が見込まれている状況にございます。こんな状況での予算編成となりましたが、本市が市民の皆さんに自信を持っていただける地域となるよう、人を真ん中に置いた5つのまちづくりを柱として少子化対策をはじめ防災対策や地域経済の振興など公約に掲げた施策について可能な限り予算に盛り込んだところです。それでは上段一番上の予算規模等をご覧ください。一般会計の補正額は130億円となり、補正後の予算額は2161億4200万円です。前年度当初予算額と比較しますと 6.3% の増です。規模としましては過去最大の予算となっています。この一般会計に9の特別会計と水道事業会計および公共下水道事業会計を加えた市の予算総額としましては3681億3600万円となり、前年度当初予算との比較では 5.5% の増となっています。プライマリーバランス、調査発行による収入歳入を除いて、歳入から歳出を引く利払いと償還費を除いているプライマリーバランス、28億円の右一番上の一番右にあります。赤字となっています。これは 大きなところは荷上町小学校跡地複合公共施設整備事業や大西東小学校施設整備事業など大規模施設の建設時期が重なったことが主な要因です。
昨年の当初予算時に引き続いての赤字となっています。今後ともこうした財政指標等の動向にも十分留意し、中長期の財政収支を見通す中で安定的な財政運営に努めてまいりたいと考えております。それでは具体的な施策につきまして説明をさせていただきますが、まずは最優先に取り組むと、必要と考えて取り組みが必要と考えております、少子化対策について A4 の方の小さい紙の方で説明させていただきます。この大分市でも少子化人口減少が進行し、昨年10月の時点で出生も3577と最少になりました。経済活動の縮小、地域社会の担い手など不足などさまざまな問題が懸念されており、その対策は早急に取り掛かるべき事項であると認識しております。このため本予算案においては国に先行して資料の4事業を実施するための経費を計上しております。1つ目、大分市ニコニコ保育支援事業で、これまで無償化の対象となっておりませんでした、これは大分市だけだったと思いますが、認可外保育施設の第2子以降の0、1、2歳の保育料を令和6年4月来年度から無償化の対象とします。本年度は事業開始に向けたシステム改修費を計上しております。これにより認可外保育施設についても一定の上限ありますけれども、認可施設と同様に保育の必要性がある3歳から5歳までと3歳未満児の第2子以降の子どもが無償化の対象となります。2つ目は左下ですね、中学生の学校給食費無償化事業で、中学生については部活や塾など教育費の負担が大きくなることや、児童手当において第3子以降が1万5000円から一律1万円に減額となるなど、世帯の経済的な負担を軽減するため、私立中学校と義務教育学校後期課程に在籍する生徒の給食費を本年度の3学期から1月から無償化します。本年度はシステム改修費を計上するほか、保護者からの給食費収入の減に伴って合わせて約1億7000万円の公費負担が発生することとなります。家計の負担軽減ということです。3つ目は右上、子ども医療費助成事業の拡充で、現在中学生までを対象としております助成範囲を令和6年4月から高校生まで拡充します。本年度は事業開始に向けた受給資格者証の作成等にかかる事務費を計上しております。右下4つ目は大分市型の奨学金拡充検討事業で、学生の負担軽減と就学後に社会人になった後、大分で活躍する人材の育成確保を目的に新たな奨学金制度の導入を目指しております。これは社会人になるときから借金を負うという生活をスタートをできるだけしてほしくないという思いからでございます。本年度は、令和6年度以降の開始に向け検討委員会の開催やアンケート調査を実施してまいります。こうした取り組みにより本市の少子化に歯止めをかけ、市民の皆さんが将来に希望を持って安心して子どもも産み育てられるよう環境を整えてまいりたいと考えております。続きまして、また A3 に戻っていただきたいと思いますが、私が掲げました5つの政策項目の観点からその取り組みを説明いたします。予算額の大きいものや新規事業を中心に説明させていただきます。まず左の上、人を守るからです。人を守るまちづくり、市民の暮らしと命を守るため医療や防災の充実を図ります。まず新型コロナウイルスワクチン接種事業では、現在行っております
春開始接種と9月に実施される開始される秋開始接種に必要な経費を追加計上して、引き続き感染症の発生及び蔓延の防止を図ってまいります。災害予防対策伐採事業では、民間事業者と共同し、具体的な九州電力配送電株式会社ですけど、自然災害における倒木による道路通行への支障や長期間の停電を未然に防止するため、森林整備を行ってまいります。その下、人を育むまちづくり、これでは誰もが安心して出産子育てができるよう積極的な支援を行ってまいります。具体的には2つ目、先ほどのこともありますけれども、ここをまた2度申し上げることはちょっとしないようにしようと思います。2つ目、私立保育所とおむつ処分事業では、一律保育所認定こども園における使用済み紙おむつの持ち帰りをなくして、保護者と保育士の負担軽減を図ります。保育施設給付費等申請システム導入事業では、私立施設が行う給付費の請求事務などを電子化するシステムの構築を進めて、事務効率化や保育時間の確保につなげてまいります。その下、医療的ケア児に対する移動支援事業では、介護職員等が医療的ケア児の通学や通所を支援し、保護者の身体的精神的負担軽減を図ります。その下、小児慢性特定疾病児童等付き添い支援事業では、小児慢性特定疾病慢性疾病の小児慢性特定疾病の医療受給者証を持つ児童等が長期入院し、保護者が付き添いのために宿泊施設を利用した場合に、経費の一部を助成することで経済的負担を軽減します。右に上がっていただいて、一律認定こども園設置事業では、4施設目の一律の幼保連携型認定こども園となる仮称ですが、新春日町認定こども園を現行の新春日町保育所を改修して整備し、令和6年度中の開園を目指します。保護者の就労の状況にかかわらず利用できる施設として、より質の高い教育保育の提供を行ってまいります。ちょっと飛んで、小中学校特別教室等空調設備整備事業では、小中学校の特別教室と体育館の空調整備に向けて、本年度は事業手法を検討するためのより効率的に、経費が削減できるような、事業手法を検討するための調査を行ってまいります。その下、明治小学校施設整備事業では、児童数の増加に対応する必要があります明治小学校について、校舎改築やグラウンド整備と一体的な施設整備を行うこととし、本年度は地質調査や事業使用の検討を行ってまいります。その下、人を支えるまちづくり、あらゆる人が社会や地域で活躍できるまちを目指すとともに、時代に合った行政に向けた改革を進めます。まず、パートナーシップ宣誓制度導入事業では、制度を導入して性的マイノリティの人権を尊重するとともに、市民一人一人がお互いに人権を尊重し合い、共に生きる喜びを実感できる地域社会の実現につなげてまいります。行政評価制度再構築事業では、これまでの行政評価の手法を再構築し、新たな制度の導入を目指してまいります。大分市版事業仕分けです。介護認定調査システム導入事業では、調査にタブレット端末や電子調査票を導入し、事務の効率化を図ります。右の段に行っていただいて、人を豊かにいつまでも住み続けられるまちづくりについてです。地域経済の振興を図るとともに、機能的で持続可能なまちづくりを行ってまいります。まず、
企業立地推進事業では引き続き企業立地を促進し、産業の振興および雇用機会の拡大を図ってまいります。ちょっと降りていただいて、省エネ家電購入促進事業では省エネ性能に優れた家電製品の購入費を助成し、消費電力を抑制させ、家庭部門における温室効果ガス排出削減につなげてまいります。少し下で、1個下で、商店街エネルギー価格高騰対策等支援事業では、商店街団体等に対し街路灯の交換や防犯カメラの設置にかかる経費を助成し、各団体の負担軽減や持続的発展を支援します。その下、宅配ボックス設置助成事業では、季節の戸建て住宅や集合住宅に設置する宅配ボックスの購入費を助成します。宅配での再配達を抑制し、物流における温室効果ガス排出削減を図ります。その下、国産飼料利用拡大支援事業では、国産原料の飼料利用を拡大するため必要な機械の導入に対して助成を行い、輸入原料への依存の低減を図ってまいります。その下、交通事業者事業継続支援事業では、物価高騰の影響を受けております交通事業者が行う事業継続に資する業務効率化や省エネルギー化に対する取り組みを支援します。その下、スマートサポートステーション導入駅への人員配置では、 JR 九州がスマートサポートステーションのサービスを新たに開始する市内の5駅について、一定期間にはなりますが、人員を配置し、駅構内の案内や利用者の見守りを行い、不安解消に努めたいと思います。歩きたくなるまちづくり事業では、中心市街地の快適性の向上などを目的に休憩ベンチ等を設置するもので、本年度は利用者ニーズを調査するため社会実験を行います。このほか、その下、普通建設事業費には一般会計合計で約80億8000万円を計上しており、荷上げ小学校跡地総合公共施設や大西東小学校の施設整備のほか、市道、河川、橋梁等の維持改良や公園等の整備、農道、漁港の改修など市内一円のインフラ整備を行い、都市機能の強化を図ってまいります。一番右、人を元気に新たな魅力が生まれるまちづくりについてです。文化、芸術、スポーツが融合した新たな大分の魅力を創造発信していきます。ワーケーション推進事業では、ワーケーションのプロモーションや滞在プログラムのモニターツアーを実施することで、ビジネス客の滞在時間の延長を図り、新たな観光需要を掘り起こします。着地型観光推進事業では、産業観光の新たなツールとして工場夜景クルーズプランのモニターツアーを実施するなど、令和6年春に開催されるデスティネーションキャンペーン JR を見据え、交流人口の増加と地域経済の活性化を図ります。アーバンフェスタ開催事業では、若者に人気があり身近で楽しめるアーバンスポーツを推進するため、スケートボード、BMX、3X3、ダンスなどの体験ができるアーバンフェスタを10月に開催し、スポーツの新たな魅力を創出します。田の原総合運動公園テニスコート改修事業では、令和6年度の全国高校総体インターハイの開催に向け施設整備を行います。その下、その他、物価高騰対策関連、その他の取り組みとして、物価高騰対策関連としては32事業22億8600万円を計上しております。地域経済の回復を図るため、プレミアム付き商品券を発行するほか、高齢者福祉施設などの社会福祉施設に対し、電気代や食材費等の物
価高騰分の支援を行います。また肥料等の価格高騰の影響を受けた認定農業者の畜産業者、漁業者、交通事業者の支援も実施してまいります。その他、本市のまちづくりの指針を定めた大分市総合計画の新たな策定に向け、若者を含めた市民参加のワークショップの開催や各種データの調査分析を進めてまいります。また大分市名誉市民であり、本市のまちづくりにおいて多大な貢献を果たされた建築家磯崎新氏が昨年逝去されましたため、弔意を表す追悼式典やシンポジウムなどを開催いたします。以上が令和5年度6月補正予算案の概要でございます。なお各事業の費用や内容等の詳細につきましては、後ほど財政担当より記者クラブで説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。私からは以上です。選挙の時に掲げたマニフェストでもお分かりいただけると思うんですが、すべての世代にわたる支援が実現できたかという質問についてはノーです。当然今すぐやらなきゃいけないことと、時間をかけて制度設計をしなければいけないことがあります。今年度の補正予算でできる限りのことはやったつもりです。特に最優先のところはそうですが、1年でできるものではないことはいっぱいありますので、国の進み方とも含めて、これはまあ1期4年でやるべきことだと思いますから、来年の4月から始まることもありますし、制度設計を来年の4月からもやっていかなきゃいけないこともありますし、そういった意味ではこの補正予算で実現できたというのは最優先中のさらに最優先課題だと思っています。財源のことは、この今年度の補正予算のこの額では新たに始めたことはですね、それほど大きな額ではないと思いますし、これを継続するためにはこのことだけでも10億円程度かかりますけど、一般会計が2000億円以上の中で200分の1ですから、事業の見直し等とやる中で 200分の1ですから 0.5%、 それぐらいのことは出てくると思ってます。それ以上のものが事業の見直しで出てくると私は思ってます。タイミングですか、秋口じゃないかと思ってます。予算を組んでこれが通り、そしてこういう形の制度を大分市としてはやっていきたいですと文書をまとめなきゃいけませんから、早くても秋口じゃないでしょうか。大分市は大分市で自分たちが考えるスケジュールでやっていくということです。事業仕分けと、さっき私の方から話す途中で大分市版事業仕分けというふうに言いましたけど、何をやるかということを、大きく、そうですね、2つかな、大きく分けると2つ。1つはですね、いろいろこれまで事業体、その推進会議とかいろんな会合出ましたけど、ほとんど同じメンバーでやられていることがいっぱいある。で、参加者自身もなんでこんなに何回も出なきゃいけないんだっていう方もいらっしゃるし、そこは似たような取り組み、あるいは目的を持ったものであれば統合できると思います。これが1点、それを集中的にやるべきだと。でもう1点はですね、私は昭和32年生まれなので、高度経済成長期、日本が勢いがあった時代をずっと知ってます。昭和40年前半あるいは中ほどまでに作られたそういう会議体事業がいっぱいあります。今とは全く違う時代に作られたものがずっと継続しているものもあります。私は一定の役割を終えたものがかなりあると思ってますし、またその目的や考えなきゃいけないことをですね、考える内容が昭和
40年代と今ではまるで違うと思うんです。そういったことを、その2点を中心に、まずは事業の見直しをやるべきだと。それから外部委員の方を入ってもらってですね、割と厳しく、もう時代に合わない、あるいは前提の違うようなことは見直してスクラップしてですね、そして見直していきたいなと、そのように思っています。まあ簡単に言うとスクラップ&ビルドなのかもしれないけれども、まあ廃止だけするものもあると思いますよ。特にさっき申し上げた、もう昭和40年代からやっているようなことは廃止するものも結構あると思いますよ。あ、スケジュール的にはこれ毎年度秋から行政評価ってやってるんですかね。毎年度そうですね。その流れの中でやり方、そして内容の検討を変えていくってことです。秋からです。それから、まあ、基本的にはですね、まあ、1期4年ありますから、その間にどう事業を洗い出していくかってことになると思うんです。で、必ず中間総括っていうのを2年で置いて、その毎年毎年やってることはそれは当たり前のことですから、あんまり毎年毎年やると絞り出せないこともまた出てくるんですよ。だから最低大きな括りは2年に1回で、4年に1回はしっかり、まあ、かなりのものが作り直せると、そういうふうに思ってます。当初でいうと、そして今年の、肉付け合わせた、これをまあ一括して当初と考えると2年連続赤字って形になってますね。で、基金の取り崩しも、まあ、15億、今年度これで15億なんですかね。で、私は基金、3基金の目標額っていうのがやっぱあるわけで、それに近づけるってことは大事だと、これは規律ですねと思ってます。それから先ほど事業のところでも少しだけ申し上げましたけれども、本当にこんなにいるのかというようなことも実際今までわずか2ヶ月ちょっとですけど感じてます。ですから当然のことながらプライマリーバランスは黒、来年度はですね、それを目指したいですし、ただ先ほど大きなものを2つ挙げました、新上町の総合のものと宝財小学校の件挙げましたけれども、大きなもので決まっているものの、まあ、債務負担は続くわけで、そういうものではないところから削っていかなきゃいけないと、そういうふうに思ってますけどね。目指すはプライマリーバランス黒で、基金を少しずつ積み上げていくということだと思います。最初の質問にもありましたようにね、これは最優先に取り組むべき課題の中の最優先ですから、今年度はまあ1億6000万ぐらいですかね。で、来年度はこれをフルにやった場合10億円弱かなと思ってます。で、まず予算規模としては一般会計だけ見ても2000億円ぐらいのところで、まあ、0.5% だと、これは捻出できるんではないかという思いがまず一つあります。とはいえやっぱり事業の見直しの中でね、見直してスクラップ&ビルドで作り直すものとやめるものと、もう一つはシーリングかけるものがあると思います。そこまで使うかということを、その作業をね、組み合わせていけば私は出てくると思います。基金を取り崩す必要性がないんじゃないかと思っています。これね、僕の大体作る予定の時は50項目ぐらいに絞ろうと思ってやったので、正確には数えてないですが、その中でもね、やっぱり短期、中期、長期のものをこう混ぜて書いてあるんですね。微妙な表現でわかると思うんですが、検討とかね、推進とかね、まあ、いろんな表現使いながら短期、中期、長期を分けて考えているつもりなんです。だから全体これを直ちにということではないので、これから先、これはまあ基本的に1期4年でやるつもりのものなのでね、そこを積み上げていって、まあ、私の評価としては全部できたなというのが一番いいんですけどね。まあ、でも
署についたということでもいいと思います。でこれから大分市の総合計画等々の話がありましたが、これ作って5年計画ってなるとあと7年先ですか。それぐらいまで見越した考え方でいかないと長期のものはできないと思いますね。でもう一つ大事な点は、特に少子化のことについてはですね、この前子ども家庭庁の長官と話しましたけれども、国は国で、まあ、財源がよく分かりませんけど 3.5 兆円本当に作り出してくるんだったら、我々が先陣を切ってやったようなことも国がやるようになるかもしれません。そういう点も見込めると私は思っています。プロジェクトチームを県が立ち上げて会議を行っていくという報道は見ました。話し合いはそこはしておりませんが、その中で可能性がある、実際に土地がある大分市ですから、無関心であることはありえないと私は思いますので、何らかの形でそのプロジェクトの会議体には参加する、それも含めた費用だと思ってます。で資料の提供も今まで佐藤知事が大分市でやられたことを提供しなきゃいけないでしょうし、その結果としてフィードバックする必要もあるでしょうし、ですから大分市が積極的にこれをこうやっていくというよりも、プロジェクトを組まれるという報道をお聞きしているので、大分市が関与しないってことはできないでしょうから、その分の予算のつもりです。いやなかなか大きな質問で全部挙げるのは大変だと思いますが、子ども未来戦略方針というのがありますね。あの中でも結論としては児童手当の拡充ということが大層を占めていて、それに対しては参加メンバーからも相当批判が出てますね。でまずよく言われるのが男性の育児への参加、そして育児をしながら働ける環境づくり、そして大きなことが、つまり その中には0から2歳3歳とか3から5とかそういう年齢は関係なくですね、保育を望む環境は無料の方にやっていくべきだと思いますよ、将来的には。で給食を導入していない市もまだありますけれども、導入している以上はそこにはお金をかけないでいうことが私は大事だと思うし、高校生についてもね、医療費のことをやりますけれども、それは足らざる部分だと思ってやってるわけで、そしてその子ども未来戦略方針の中で、参加している委員がおっしゃった、やっぱり大きなことはね、先ほども言いましたけれども、社会に出た瞬間から借金を負わされている人たちが将来に明るい未来へ描けるかっていう話です。これはいろんな制度があります。いろんな制度があってね、で生い立ち方を作るっていうのがあえて必要なのかっていう議論もありますよ。ありますけどね、その選択、これとこれの隙間があるから、ここを隙間を埋めるような制度を作るって考えは僕は全然持ってなくて、メニューを1個出すんですよ。でこれでやりたい、私は将来大分に帰ってくるから、かなり高額だけどそれは借りても帰ってくるからという強い意志があればね、できると思っていて、そういったことが大事な取り組みなんではなかろうかと思ってますね。まずはその後大分市民に関連して新たな事案があったかということについてはありません。それから自分でスマホを利用して確認できることはもうできますので、それはやってください。で司書あるいは本庁に出向いてね、自分は大丈夫なんだろうかといった人は職員がついて調べてやってますから、そういう行動の中でも新たな事案は出てません。で肝心なことはやっぱりこれ3つ要因があったわけですね。この制度に関してね、一つは人為的ミスでログアウトしないままやった大分のケースであったりね、入れ間違えたとか、単純にね、そういったのがこれ確か8000件近くです。それからシステムの不具合っていうのがありますね。住民票を
移そうと思ったら別人のが出てきたとか、これがまあ十数件。それからもう一個が政府の周知不足で家族の口座をやっちゃったっていうのは13万件ですか。こういう大別できると思うんです。でこの前申し上げたのは大分市が関係しているのは人為的なミスですね。ログアウト忘れちゃったと。だからそういう事案についてもそれ以外のことについても新たな問い合わせ等とそれから窓口で対応したことについて新たなものは一切ないです。だいぶ早いです、はい、これからなんですが報道の書き方もあるでしょうが時代の変わり目に差し掛かっていると私は思っていて、ちょうど茂谷さんの記事がありましたけど、みんなで考えようというのは誰かが決めたことに従うことにしかならない、一人一人が考えてみんなで結論を出そうという姿勢が大事だと思うんです。ですからちょっと舵を切ったつもりなので我々一人一人がですね次の時代をちゃんと見据えながら今困っている人たちをどうやったら助けられるかと考えながらそしてみんなで結論を出していく、その時には一つ方向じゃなくても多様性はやっぱり認め合いながらですね決めた方向性はそのままちゃんとやっていくということが大事で、考えるのは一人一人やるべきことだと私はそうずっと常々思っているので議会を通らないとはっきりしたことは言えませんけれども無投票になったということもありマニフェストを作ってこういうことをやりたいということに対してこれが第一弾の私の今の方針だと。でこれはずっと続いていく継続させていく部分発展させていく部分もこれからあるのでそこはしっかり皆さんに見届けてもらいたいし批判されるべきところは批判してください。それが良いものになっていくと私は思ってますのでよろしくお願いします。